やばい、ここに来てとんでもないことが発覚したぞ。いや、ちょっとここに来てさ、ようやく落ち着いたんでね、今までの収支を計算してみたわけですよ。そしたらなんとおよそ1000ドルの赤字。おい、旅どころやねえやねえか。まあ、確かにここに来てそんなに働いたわけやないけんね、プラスになっとるわけがないのは知っとったよ。しかしね、予想以上の赤字。まあでかいのはね、家賃代とアマちゃんやね。エンジンオイルの交換とかも地味にね、金かかっとるんよね。いや、フロムウェビーどうにかなるの旅とかさ言っとうけどさ、全然旅っぽくないやんね。旅再開する前にビザが切れるて。いやマジブルーベリーにかけるしかねえ。こないだコツをつかんでけんね、こっからシャカリキやってシャカリキ稼ぎますよ。やってやるぜ。てなわけでね、皆さんもう少し時間がかかりますが、どうかどうかこの僕を優しい目で見守っていってください。バイバイ。